皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターソードシールドをやっていきましょう。最後のジムバッジをゲットしたので、この後チャンピオンカップに向かうために電車に乗りに行こうと思います。あ、待てっての、迷いのない俺はキバナさんを速攻で倒したぞ。お前はチャンピオンと違って騒がしい男だな。だがキバナからドラゴンバッジを勝ち取った実力は本物。嵐のような勢いにもさすがの俺も強とされたぜ。気圧なんか大変だね。いいかお前ら、チャンピオンカップのトーナメントに勝ち上がり、ダンデと戦えよ。お、本命は俺、最高はダイス。キバナさんとの勝負で学んだことドンと出し切るぞ。ほら列車が来たぞ。最初に乗ったっきり乗ってなかった列車です。ちょっとずつ服装変えたけど、これでなんか落ち着きました私。いよいよシュートシティ、でっかいタワーやモノレール、いろいろ気になるけど、ガラルの、いや世界のみんなが注目するからな。シュートスタジアムで最高の試合をしようぜ。ということで到着。10番道路の雪が溶けたらどんな景色が広がるんだろうな。溶けることあるのかな。10番道路、まるで雪の壁、氷タイプのポケモンがドヒャーッと出現するんだろうな。チャンピオンカップまでにバシッと成長できるかだな。俺は俺自身とチームメンバーのポケモンたちの伸びしろってやつ信じてるぞ。じゃあ行くぞ、待ってろシュートシティ。私もここからの道中でレベル上げながら向かおうと思います。わあ着いた、すごいね、雪から一気に晴れるんだ。なんでだ、この差すごい。おおもうごちょうど正面に見えるんですね。シュートシティ、意外と長かった。俺が伝説になる場所だって、俺が新しいチャンピオンになるんだからな。よし、サクサクっとシュートスタジアムに行くぞ。お前も向かうよな。はい。お、マリーちゃん、いよいよだね。厳しいジムチャレンジを勝ち抜いた私ら4人だけのセミファイナルトーナメントだよ。ま、勝ち上がってチャンピオンと試合をするのも私だけどね。ボール、ドリームボール、嬉しい。奥が深いボールね。頑張ろう。はい、一番にエントリーしちゃったぜ。一番、つまり一番のトレーナーってことだぞ。そういうこと。で、私もエントリーです。決まりですので、ジムバッジをチェックします。お前と大舞台で戦う準備がバッチリ整ったな。でもビートはダメだったんだな、あいつならなんとかしそうなのに。まあいいや、それよりもさ、控え室に行こうぜ。え、来ちゃったけどいいのかな。セミファイナルトーナメントもなんか速攻なんすか。うわぁ、マリーちゃん、あれ技大丈夫。私、あんたならジムバッジを集めここに立つと分かっとったよ。兄貴のこととかスパイクタウンを盛り上げるとかいろいろあるけど、結局私自身がチャンピオンになりたか。頑張る。ということでマリーちゃん戦、
行ってみましょう。そういえばマリちゃんのユニフォーム姿ってここで初めて見るんだよね。よし行こう。チャンピオンになるためにあんたをコロッとやっちゃうね。かわいい。かわいいけど私抜群な。やばい。鋼の翼。ダークアウトやばい。いや本当にね、悪タイプはね、無理。無理よ無理。頑張れ。2回だね。それで防御上げる。もう1回。イチャモン。最初から。はい、アーマーが曲がりました。ズルズキ。このまま。この BGM はね、一番マリーちゃんのが好きなんですよ。この BGM いいよね。スマートフォン。ミックだ。ちゃんと回復もしながら頑張ります。さて回復と言ったけど変えた方がいい気がするよね。エースバーンがねまだ37レベルなんですよ。ただ出してあげないとレベル上がらないので出します。途中結構ねボックスに送っちゃってたので育てるの遅いんだ。10レベルも差があるっていう悲しい。が一番いいかな。クロバット火炎ボールは一番いいような気がするけど、でもクロバットですね。バイ。これしか入らない。悲しい。倒れる。後で回復しよう。使い出して終わりにすればよかったかも。アーマーが出して盾になってもらいます。これで、あ、元気のかけら買ってくればよかったですね。少ないな。失敗、忘れてた。よし、ドリルくちばし。威張られてる。大丈夫かな、混乱入るけど。当てて、当ててくれ。当て、当てて。いったー。よかった。本当に悪タイプ厳しいですね。カウンターいる。いいのか。二度蹴りと変えますか。変えよう。本当はねエースバーンしか持ってないんですよね。はい、モルベコ。とりあえずこのままにしますけど、あまりよろしくないので、しようかな。一回受けよう。2を満タンに。ドレインキス入れたままにすればよかったですね。間違えてる。麻痺がついてるけど一回出してくれれば。トンボ返りします。スパーク返してくれ。よし、麻痺じゃなくて入って、入れて入れて、帰ってきて。あー、自分なんてことだ。回復しよう。もう、はい、状態異常も直します。
も帰ってきてくれればいいで、帰ってきてもらう。帰ってきて。よし、トンボ帰りで帰る。これでミュート入れ替えます。ペット頭突きはいらなくないか。いやでも自己再生がいらない、いらないかな。自己再生満タン使うんだったらここは薬使えますもんね。これでミュウと入れ替えます。タガナガサ片方フェアリー技にしてくればよかった。マジで詰まった。怪しい、すごく怪しい。じゃあスマートフォン、頑張れ。で、鋼の翼で、あげる。毒毒。毒は無理。やめて。ワンタンだったら大丈夫なので、あんだけこのままかな。倒そう。もう回復の薬ここで。困ったね。完全に毒毒で潰しにかかってきているタイプですね。もうね、2回はね無理だよね。他に技かけられるから。先に出して、うわー残るかー。ベノムショック倍になっちゃうじゃん。あ、耐えた。よし、じゃ回復する。危ない。毒がきれいさっぱりなくなった。そしてマックス、もう大丈夫だね。ベノムショック入っても、はい、鋼の翼で倒してフェアリー技抜かなきゃよかったですね。オーロンゲこのまま、今のエルバルったい。絶対に勝つもんね。ラストだからダイマックスをして、これどうなんだろう。相手の攻撃を捨てます。スキルでいいかな。フェアリーだったらフェアリーにしてたんだけど、やってしまった。使わなくても勝利のために巨大マックス。すごいよね、細いよね。ちょっとあのトランプのジョーカーっぽい、マジでイメージジョーカーのイメージ。頑張って、これくらいまでいけるんだろう。うわー、これだけも残っちゃうの？もうちょい明るいまで行くと思ったのに。鍛え直した自慢の技は悪技ですか？大アーク、あ、違う。でもこれやばいやつ、危なー。よし、大スチル、鋼でいけるもんですね。すっ
ごい回復したけど、よかった行けて。はい、S番号やっと30、やっと勝ちました。負けちゃったけど、あんたたちの見どころたくさん分かったよ。ありがとうマリーちゃん。スタジアムのみんなが私たちを見ていた。私はポケモンへの応援しっかり聞こえとった。嬉しかった、かわいい。見ていたみんなを熱狂させたんだ。なんか言うかね、誰がチャンピオンに挑むのか兄貴たちと一緒に観客席から確かめるとするね。読み間違えた。あんたの応援をするかどうか決めとらんけど、じゃあね。決勝で待ってるんだぞ。お前の試合を見て 1000% 勝つしかない。そんな感じで俺のチームはバチバチ燃え上がったぞ。行っちゃった。失礼いたします。今戻られたばかりのところ誠に申し訳ないのですが、試合が終わりましたので圧勝です。準備ができましたらバトルコートにお迎えください。アロンタウンでのことがふと頭によぎったんだ。兄貴からポケモンをもらったお前と共にここに立つとはな。あの日の約束を果たす。いいか、勝つのは俺だぞ。行きましょう、ホップ戦。ちょっとだけね、技入れ替えてきました。まずはバイウルー。家の庭で戦ってたのがスタジアムで試合なんて燃えるぞ。レインパンチを覚えてきたのでストリンダーに変えます。ちょっといろいろ使わないと。防御がググーンと。でもドレインパンチなんだ。思念の続き、多分大丈夫だから。よし、そうだ、兄貴立ち合いでちゃんと学んでるんだぞ。ひるんでる、ひるんでる。え、もうちょっとあれだと思ってたんだけど、もう一回されると落ちちゃうから一回回復します。同じのしてくるから。ストリンダーの方が早いと思ってたんだけど、もう死ねの続きしかしない。もしかして67足りますね。あ、でも困ったな。まあやってみるか。コットンガードいけました。でも防御が相当上がってるから半分もいかないのかな。これコットンガード2回の抜群ってどうなるんだろう。うわ、めっちゃ入らねえ。そんな感じ。あ、抜群狙うとバレてた。でもってことは毒毒入れよう。これ多分もっと思うだよね。一回回復入れてるから。よし、これでいけるかな。あ、向こうがまだ早いね。ごめんストリンダー、ありがとう。でも毒残してくれてるので、これだけあれば生きるはず。だから
ークなんだけど、エースバーン一回出しましょう。倒しちゃったから。カウンター。麻痺。出た。よし。このまま麻痺はついちゃってるけど、カウンター10万馬力って持つのかな、持たなくないだよね。パビゴンどうする、ここかな。こうなったらちょっと毒で分けてこう、多分触ってくれると思うから統治化します。で毒を入れる。あと4ターンはいけるね。決まらなかった。でも頑張った、ありがとう。残してくれればいける気がする。さてアーマーガーかな。で敵討ち、いけ、かっこいいぜ。アクションいいですね、敵討ち。もう一回キラーン。あとは毒で、これでカビゴンが倒れる。ホップ強いね。自分もダメージはちょっと厳しいかな。今じゃない気がするので、必要だったら思い出し行きます。このまま当てたくないよね。トンボ返りしよう。ちょっと傷ついちゃうけどしょうがない。でプレーベースに1回ロケット続きやってみますか。これで防御上げる。向こうも呪いなんだよね。2回か。頑張れ。真ん中までか。倒れるかな、残るかな。残りますね。つららばり吹雪決まれ。よし、
ウンナーカーが来る。氷に鋼は抜群です。悲しい。良くないよね。変えましょう。全部今一つなんだけど。吹雪だって下からにしよっか。厳しいですもんね。うわ、一発。いや、硬いな、クレベース。当たんない。ほら、ここで戻そう。ストリンダーを戻します。多分持つね。ベースを満タンに。あと2匹いるんだもん。吹雪入って。来た。もう一回。頑張れ頑張れ。防御上がっちゃってるけどしょうがないよね。いけそう。威張られてる。どうしよう。マイペースで混乱なしは、まあ、いいんだけど。吹雪が決まった。よかった。ラストつららばりだな。やばいな。苦手だな、カビゴンは。ゴリランダー、このままピンチ。違う違う。ここから勝つのが俺なんだよって言われてる気がするけど、でも勝つよ。負けられませんから。つららばり、願い星に込めた思い解き放つぞ。ダイマックス。つららばりしたい。マックスで当たってほしい。頑張れ。大草原。45のゴール、なんとかなるか。何回当たるかによりますよね、ここで。お、今回ミュー出ない。ダイマックスしなくてもいける。わ、初めてだ、ミューがダイマックスしないでいけるの。やったー。みんな強くなりましたね。育ててよかった。はっ、エース番がゼロ、悲しい。サンキューな、お前がいてくれてよかったぞ。ありがとうございます。ジムチャレンジをクリアしたポケモントレーナーたちによるセミファイナルトーナメント、勝ったのは私。ソニアから英雄になれるかもとか言われて、正直ピンときてなかったけど、お前ならなんだかとんでもないことするかもな。おめでとうだぞ、ミューたち。こう言ってほしかったんです。よし。ナイス、感動した。正直に言えば気づくと涙がこぼれていた。同じ町から旅立ち、最高のメンバーを揃え、
お互いの全てをぶつけ合う。勝ちたい気持ち、負けたくない思いを込めた技、あらゆる要所において純粋な試合だった。君たちに推薦状を渡すのを迷っていたトレーナーがいたとはな。それ兄貴だぞ。だからこそ俺は俺自身とチームメンバー全ての力をチャレンジャーにぶつける。俺の前に立つチャレンジャーが大事。君であることを心から願うぜ。頑張んないと。そうだぜ、大事なのはここからだもんな。とりあえずホテルで体を休めたいぞ。その前にエネルギー補給だ。何か食いに行くとしよう。いいけど兄貴味にこだわらないからな。せっかくだからうまいもの頼むぜ。ん？ちょっと質問いいですか？チャンピオンダンデさんが推薦なされたのは大さんとホップさんです。ライバルと言えるホップ選手に勝った気持ちを教えてください。たまたまです。なるほど。声をかけるとしたら、なんか3つあったっけ。強かった。なるほど、ライバルですね。ズバリファイナルトーナメントに勝ち抜く自信はあります？ないですね。もういいだろう。ちょいちょい失礼な質問しちゃってるぞ。俺たちさ、兄貴と約束があるんだぞ。悪いけど終わりにしてくれない？わかりましたよ。ニュースターの誕生期待してますからね。道すがらこの二人トレーナーとしているよね。有名人って大変だな。兄貴早く来いよ。もう俺腹ペコだぞ。数時間後。遅い、おかしい。どんな約束も守る兄貴だ。チャンピオンになったのも俺との約束だったんだぞ。飯の時間守るくらい全然余裕だよな。ノイジーな野郎ですね。それだけ騒げるなら試合でもっと全力出せたよね。悪そうな顔と格好でまともなこと言わないでよ。ネズさん、こっちは真面目なの。見た目で判断してるじゃんって。お前が勝てないのも納得です。大体チャンピオンならローズタワーに行きましたよ。ローズタワーさあ、よくわかりませんがモノレール乗り場で会いましたよ。ローズタワーに行くため約束の時間に遅れることあなたたちに伝えてほしいと。ローズタワー、今さらなんかあるのか。ネズさん、ついでだからローズタワーに案内してよ。俺もダイスもローズタワーの場所知らないし。やれやれ。一言で言うと人使いの荒い兄弟です。そうですね。ファイナルトーナメントが始まらないと俺も困りますし、何より俺に勝利した君たちは嫌いじゃないですしね。わかりました。エール団みんなで遊びに行くとしましょうか。いいえ、イネズさん最高。みんなでガンガン行っちゃうぞ。はい、ということで次回ローズタワーに向かおうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!